はい、速稼塾の暗号通貨ニュース、3月13日バージョンですね。まあ、速稼塾のこの一般放送の方は、まあ、世の中に起きている暗号通貨のですね、ニュースをお届けするものでございまして、限定公開の速稼塾ジェネシスの暗号通貨ニュースは、私がそのニュースに対してどのように考えているかってことをお伝えする、気持ちの問題ですよね。考え方の方ですね。こちらの方を分けてお届けしております。こちら一般放送になりますので、暗号通貨界に起きているニュースだけを お話しするようになります。メルセデス・ベンツのメーカー、ダイムラの仮想通貨MOBI コインというのが発表されてますね。ブロックチェーンは車の社会とつながりを広げているのを皆さんもご存知だと思います。アイオータとフォルクスワーゲングループ、あ、おはようございますか、赤見さん。 BMW はブロックチェーン企業のチェーンツアーと協力、まあ、こういうところがあるんですね。先日取り上げたポルシェもブロックチェーン技術を車両に入れて いっております。で、そして今回のメルセデス・ベンツメーカーのダイムラーのニュースは不思議がないようなのですね。暗号通貨MOBI コインとそのプロジェクトを発表しました。新しいコインは安全かつスムーズに低速で運転する運転手に報酬を与えるように設計されているということなんですよ。出遅れてしまっているんではないかなと思いますね。日本の我々はもうここまでですね、車っていうのは進化してるんですよ。まさにナイトライダーの世界です。車自身がものを考え、車自身が我々、乗客のですね、乗組員の安全を考えて、そして、走行を計算してくださるということです。もちろんですね、 GPS という機能が ありますので、 Google マップで、カーナビってことをやってましたけども、これをですね、カーナビをせずとも車自身が考えて、そのルートを記録してくれると、誘導してくれるということで、完全な自動車ですよね。今までは人間が動かしてましたんで人動車と言えるかと思いますけども、これから本当の自動車の時代が来るんではないかなと思います。そして、乗車された方の性格とか、それから好みとかを優先して、景色の好きな方は多少遠回りでも景色を見せるようなルートを選択してくださったりとか、もう時間にかなりね、シビアな方は最短距離で渋滞を避けるように進んでくださる方とかで、車に入るとですね、私もそうなんですけども、まあ、トイレが気になる方はトイレの多い、道をですね、こう行ってくれるみたいなことも、まあ、あれですね、車が考えてくれるのかなと思うとワクワクしますよね。車の思考には AI が搭載されるのとも同時に、まあ、ブロックチェーンという技術も入るのではないかなと私は思っておりますけども、皆さんはどうお感じになったでしょうか。それでは失礼します。